早川徳次、早川徳次、早川徳次、1893年、明治26年11月3日から1980年、昭和55年6月24日は、日本の実業家、発明家、総合家電メーカーシャープ創業者、シャープペンシルやバックル、特備場の発明で知られる、東京府、現、東京都出身、 大正三美人として知られるエギキン金金は、イフアネ。東京地下鉄道創業者の早川則次とは、同姓同名の別人。1893年、明治26年11月3日、東京市日本橋区急省庁42番地、現、東京都中央区日本橋急省庁で、茶舞大製造販売業の早川正吉、花子、旧生、 藤谷花子の三男として生まれる。徳寺が生まれた頃、早川家は、副業のミシン法制業で繁盛していたが、仕事の無理がたたって花子が胸を患ったため、早川家に出入りしていた肥料屋の井出野家へ預けられ、生後一年十一ヶ月で正式に、井出野家の養子となる。二年後の百九十七年、明治三十年に養母が急生し、井手野家は5歳を迎えるが、徳寺は、 次養母から厳しく当たられ、食事も満足に与えられない過酷な幼少期を過ごした。尋常小学校へ進学するが2年で中退させられ、朝から深夜までマッチ箱張りの内職を手伝わされる日々が続いた。この状況を不憫に思った近所の盲目の女性、井上生の世話で、本所区本所北二葉町二番地、現、墨田区石原の飾りや、飾り屋、 金属細工業職人、坂田義松の店でデッジ暴行することになり、1901年、明治34年9月15日に井手の家を後にした。奉公先では、仕事に厳しいが情に熱い主人から金属加工に関する技術を身につけていった。1909年、明治42年4月15日、7年7ヶ月の年期暴行を務め上げ、その後、 一年間のお礼方向を終えて、徳寺は一人前の飾り職人となった。1912年、明治45年、ベルトに穴を開けずに使えるバックル特備城を考案し、33グロス、4752個の大量受注を機に独立する。1912年、大正元年9月15日、本塾、松井町一丁目30番地、現。 江東区新大橋の民家を借り、開業資金50円、うち40円は、借金、従業員2名の金属加工業を開業した。寝る間も惜しんで働き、翌月には借りた40円を返済した。1913年、大正2年には、新たに水道自在機、蛇口、五号巻、島式水道自在機を発明して特許を取得し、こちらも大ヒットした。 1914年、大正3年3月、清水正吉の長女、文子と結婚。同時に、住宅兼仕事場を、本塾林町二丁目35番地、現、墨田区立川栄店。従業員を7名に増やすとともに、200円の大金を、当時て1馬力モーターを設置し、作業の効率化を図った。また、独立と前後して、自分が、 井手の家に養子に入ったこと、実の両親がすでに死亡していることを知り、行き別れの刑事と再会する。兄の正春と一緒に仕事をするようになり、徳次が製品開発、政治が販売を主に担当した。政治が扱っていた雑貨から、徳次は金属文具に着目して万年筆の付属金具のクリップや金輪の製造を手掛けるようになった。取引先も拡大し、 そのうちの一社、プラム製作所の中田製作郎から遺された、繰り出し鉛筆、後のシャープペンシルの内部部品製造が大きな転機となった。特時以前から、シャープペンシルの原型は存在したが、セルロイド製で非常に壊れやすい白物だった。特時は、そうい工夫して、内部に、真鍮の一枚板の部品を使用、外装もニッケルメッキを施した。 金属軸とすることで実用性と装飾性の高い製品を完成させた。1915年、大正4年、早川製に服席して、早川式繰り出し鉛筆の名称で特許を申請。兄の政治と、早川系定紹介金属文具製作所を設立して販売を開始した。しかし、和服には向かない、金属製は冷たく感じるなど評判はかんばしくなく、 全く売れなかった。それでも、銀座の文房具店、伊藤屋に試作品を置いてもらうなどの努力を続ける、うちに第一いを対戦で品薄となった欧米で、売れるようになり、海外での高い評価が伝わると、日本国内でも注文が殺到するようになった。輸出向け商品は、最初は、プロペリングペンシル、スクリューペンシル、軸をひねって、芯を出す機構だったための名称で販売した。 翌1916年、大正5年に芯をさらに細いものに改良した際、関西総代理店の福井商店、現、ライオン事務機の勧めで、エヴァーレディ、シャープペンシル、エヴァー、レディシャープペンシル、常備芯、尖り鉛筆と改名したが、後に当初考案していた、シャープペンシルに改名して、日本国内では、繰り出し鉛筆の代名詞として今日まで広く使われるようになった。 この初代シャープペンシル、早川式繰り出し鉛筆は、奈良県天理市のシャープ歴史、技術ホール天理で保管、展示されており、プラチナ1万年筆が復刻して、限定販売を行っている。特時は、商品の大量生産のため、当時としては、先駆的な試みの流れ作業を工場に導入。1919年、大正8年には、 林町の工場付近の土地を購入して、120坪、約400メートルの新工場と24坪、約80メートルの無償建設。新工場には、コンベアシステムを導入、従業員は100名を超えた。会社の規模は大きくなっていき、1920年、大正9年には、押上、現、墨田区八広に、文工場を増設。翌年、 大正10年には、第3工場建設用地として、亀戸に250坪、約830メートルの土地を購入した。1923年、大正12年には、林町の工場を300坪、約990メートルに、拡張、従業員も200名を超え、月間売上高5万円と、業績も順調に推移した。1922年、 大正十一年に、過労のため倒れ、当時では、珍しい血清注射による治療で命拾いをする。だが、翌1923年、大正十二年九月一日に、関東大震災が発生。妻、ふみ子と二人の子供を、岩崎別邸、現、清澄庭園へ避難させたが、二人の子供は死亡。ふみ子も、重傷を負い、工場も焼け落ちてしまう。焼け残った。 機械類には油を引き、錆止めを行って、設備を保全した。離体した従業員70名と被害を免れた亀井戸の長屋で生活し、事業復興のため奔走していたが、重傷の妻を亡くし、関東地区で販売を一択していた日本文具製造、後のプラトン文具、1954年廃業から特約販売の解消及び、 特約契約金1万円と融資金1万円の計2万円の即時返済を迫られ、兄と相談した徳次は、早川兄大商会を解散して、事業をすべて日本文具製造に譲渡することを決意する。同年11月、大阪市何枠の日本文具製造本社を訪れ、同社社長の中山豊造と、親会社、中山太陽堂、現、 クラブコスメチックス社長の中山大一兄弟に面会し、早川兄弟紹介が所有する機械類22000万円相当を日本文具製造へ譲渡し、特時名義の48種類のシャープペンシル関連特許を無償で使用させること、日本文具製造は買いかけ金9000円を支払い、事業継承のために早川兄弟紹介の主な技術者を雇い、技術移転のため、 特事本人も技師長として6ヶ月雇うこと等で合意した。1923年、大正12年12月に大阪へと移り、14人の従業員と共に技術指導を行う。1924年、大正13年8月、契約を満了して日本文具製造を退社する。特事は大阪で再起を図ることを決意し、 関東大震災から1年後の1924年、大正13年9月1日、大阪府東成郡田辺町大麻猿山25番殿、現、大阪市安部野区長池町2016年、平成28年6月30日までのシャープ、本社所在地に、早川金属工業研究所を設立。当初は、万年筆の付属金具の製造販売を、 行っていたが、特時は、新規事業を模索し、海外で実用化されていたラジオに興味を持った。大阪の震災橋にある園石の石原時計店を訪ねると、アメリカから輸入された鉱石ラジオ2台が届いたところで、そのうち1台を7円50銭で購入。持ち帰ったラジオを従業員と分解、リバースエンジニアリングして、研究を始めた。当時の日本では、 ラジオ放送が始まっていなかったので、モールス符号の手動電源を設置して、実験を行った。ラジオや電気に関する知識を誰も持ち合わせていなかったが、部品を忠実に模倣して再現することに成功。1925年、大正14年4月に、国産第1号機の鉱石ラジオ受信機の開発に成功する。同年6月1日に始まった。 社団法人大阪放送局、ジョブック、現在の NHK 大阪放送局の仮放送では明瞭な音声が聞こえ、全員で抱き合って喜んだという。このラジオ放送開始を機に、鉱石ラジオの市販を開始。外国製品の半額以下の3円50銭で、販売した商品は爆発的に売れ、ラジオに間もなく、シャープというブランド名を付ける。1929年、 昭和4年には遠距離でも受信可能な交流式真空管ラジオを発売した。その後、ラジオの普及とともに、業績は拡大。1935年、昭和10年5月1日、新大阪ホテル、現、リーガロイヤルホテルで、株式会社早川金属工業研究所の創立集会を開き、資本金30万円で法人化、特需は、 取締役社長に就任する。当時は、工場の敷地面積3042坪、約156メートル、建物面積962坪、約3181メートル、従業員数564人の陣容だった。同月中に20万円増資して、資本金は50万円となった。1936年、昭和11年6月、 ラジオ事業の確立を機に社名を早川金属工業株式会社に改称。1938年昭和13年9月には満州国の満州電信電話から2万台のラジオを大量受注すると完結式コンベア装置を開発して対応し生産の効率化と大幅なコストダウンを実現した。1942年昭和17年5月には 早川電気工業株式会社に再度社名を変更し、短波、超短波研究のための研究所を設立。また、同年7月に帝国海軍から高度な技術が必要な航空無線機30台の試作依頼され、翌1943年、昭和18年1月10日までに完了した。太平洋戦争終結後は、物不足とドッジラインから経営は、 困難が続いた。1949年、昭和24年に大阪証券取引所で株式上場を果たすが、1950年、昭和25年には大きな赤字を出し、倒産の危機に追い込まれた。銀行から追加融資の条件として、人員の削減が提示されたため、特時は人員を解雇するくらいなら、会社を解散する方がいいと考えて、 全従業員に伝えたが、社員から会社を倒すな、の声が上がり、労働組合も自主的に希望退職者を募って対応した。これによって銀行からの融資が実現し、倒産の危機を免れて経営再建を果たした。同年6月25日に発生した朝鮮戦争に伴う朝鮮特需で経営は持ち直したが、多角的な商品が必要と判断。ラジオだけでなく、 テレビや電卓など、総合家電メーカーへの道へと進む。1951年、昭和26年に、テレビの国産第1号の試作に成功。1952年、昭和27年、徳寺は、研究部長を伴って、アメリカの RCA 社を訪問し、同年6月19日に、技術援助契約を締結。帰国後直ちに12、14、 17型の試作機の製作を開始した。1953年、昭和27年2月のテレビ放送開始を前に、国産第1号テレビ TV3 から 14T、販売価格17万5千円を発売した。このテレビは、第2回、2009年重要科学技術史資料、未来技術遺産第00031号に指定されている。1962年、 昭和37年には国産第1号電子レンジを発売。1964年昭和39年には世界初のオールトランジスタ方式の電子式、卓上計算機コンペット CS-10A を開発し、こちらは第1回2008年重要科学技術史資料未来技術遺産第0 0 0 1 7号に指定されている。 1970年、昭和45年1月1日、早川電機工業株式会社から、シャープ株式会社へ社名を変更。同年9月15日に会長に退き、後任に佐伯明専務、当時が就任する。1980年、昭和55年6月24日正居。去年86、同年7月12日に、 東本願寺南馬別院南御堂において車窓が取り行われた。1981年昭和56年11月に特次の遺徳をしのんで奈良県天理市の総合開発センター内に歴史ホールと展示ホールが完成。歴史ホールには特次が発明考案した特備錠やシャープペンシルをはじめ鉱石ラジオやテレビ、電卓などのシャープを代表する製品が保存。 展示されている。自身で様々な発明をしており、日本のエジソンと言われることもあった。真似される商品を作れが口癖で、独自技術の製品にこだわりを持った。幼少時から苦労を重ねたためか、事業の第一目的は社会への奉仕と言い切っている。1944年、昭和19年、失明軍人が働く、早川電気分工場を開設。終戦により、 文工場は解散したが、1946年、昭和21年に、復職希望者7名により再開。1950年、昭和25年に、失明者工場を法人化して、合資会社特選金属工場、現、シャープ特選工業株式会社を設立する。資格障害者自らが、独立採算制で事業を経営する特選金属、工場は広く知られ、 1952年、昭和27年には、社会事業家の香川とヨヒが、世界的富豪で、事前活動家のロックフェラーを伴い工場を刷し、1954年、昭和29年には、三笠宮隆人親王も訪問している。1954年、昭和29年2月、共働きや身体障害者家庭の子供を預かるために、 本社近くの安倍野区西田辺町に、育徳園保育所、社会福祉法人育徳園を開設。1976年、昭和51年4月に安倍野区半南町へ新築移転し、1983年、昭和58年4月には、隣接地に特時の遺産で、育徳コミュニティセンターが建設されている。1962年、昭和37年9月、 特事の寄付金をもとに、東住吉区南田辺に、大阪市立早川福祉会館が設立された。また、1969年、昭和44年11月、特事が、建設資金、3000万円を寄贈して、安倍の雲も,もけち町に、大阪市立安倍の青年センター、現、桃ヶ池公園市民活動センターが設立された。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。